One, two, three, four. I'd sing and get in the rain. Just sing in the rain. What a glorious feeling I'm having. I'm laughing. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the plain with a happy refrain. Just singing in the rain. Dancing in the rain. I'm happy again. I'm singing, dancing in the rain. I'm dancing. Singing in the rain! ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。これはですね、いやー元気が出る。これね、YouTube でぜひ探してください。映画のワンシーンが出てくるんだけども、ダンスで、タップダンスで雨の中踊るシーンとかね、もうあれを思い浮かぶとテンション上がります。雨っていうと悲しいとか寂しいとかイメージだけど、ノンノン、これでハッピーに行きましょう。はい。今のフルコーラスでやってます。そしてですね、今のシンプル簡単バージョンのかっこいいバージョンですごく重大なコードがあって、F というコードでやったところが、後半のかっこいいバージョンでは Dm になります。これね、Dm の方がちょっとまあまあ、初心者の方はやっぱり F の方がやりやすいんで、まず初心者簡単、今やったシンプル簡単バージョンで掴んでからこれからやるかっこいいバージョンの Dm 行くのがいいかなと思って超簡単アレンジしました。コードは4つですからね。これは嬉しいやつです。はい。英語ですけど。はい。でですね、今のやったやつをですね、この YouTube のね、テロップ。あれを見ながら一緒に演奏できた方、もうバッチリなんですけど、もうちょっとした次のステップは、紙に書いて、ご自身だけで演奏してみるのをお勧めします。はい。そしてね、いずれは覚えちゃうのがいいんですけど、その時に私のいつもノートをこうやって写してね、皆さんメモってねってやってるんですけど、これ今ね、このガズクラブという、サービスが始まりまして、毎月、クラブ会費660円をいただいて、このガズの最新ノートのこの楽譜のね、データが皆さんのところに、毎月5曲、お届けできるというサービスがあります。もしお時間ないとか、ちょっとガズさんのこのノートが見たいという方、ぜひガズクラブで楽譜ゲットしてもらうことで、じゃあ楽譜を写していきたいと思います。さっきも言ったんですけど、この F というコードがかっこいいバージョンでは Dm に全て置き換え、本当は Dm の方がもういいんですよ。だから初心者の方に F の方がちょっと優しいと思ったんで、ちょっと F で、オリジナルアレンジです。本当は Dm の方がもうはるかにいいというか、こっちがですね、正解なんでね。はい。もし Dm 簡単に抑えられるよという方は、こっちでもちろんやってくださいということになっておりますが、はい。一応こんな感じで映していきます。英語ですんでね、ちょっとその言葉のタイミングが難しいんですけど、他の曲に比べると比較的英語の曲にしては、まあ歌いやすいかなということで、英語の曲デビューにもいいかと思います。曲は超シンプルですね。はい。一時停止で書いていってください。はい。そしてですね、まあ、ここ見て、キメが入る。これかっこいいバージョンでこういうとこキメがあるんで、後でちょっと解説しますけど。はい、ここがセカンドバースですね。はい。伸ばすとかね、いろいろ書いてあります。ここにちょっとね、仕掛けがあったりなんです。で、ここが最後の、まあ、バースなんですけど。はい。ここにもね、だったってキメが入ったりします。はい。これも後で解説していきます。で、最後ちょっとね、これ細かくなっちゃったんですけど、こう結構乾燥的なところが長いんで、
こんな感じにして、あ、オリジナルアレンジですけど、で最後はここのイントロへ戻るということで、ここのイントロをやってエンディングにしてますということでございます。じゃあ出てくるコードを解説しましょう。今も言ったんですけど、このね、この Dm と F がちょっと関係性があって、かっこいいバージョンでは何回も言いますけど Dm、シンプル簡単バージョンは F でやりましたということです。本来はこっちの方がいいよ。はいはい。でもうこっちの方簡単だから、ひとまずこれで簡単バージョンをやってみました。はい。 C と Am と F と G7 が今やった、シンプル簡単、これは超絶入門コード4つですからね。はい。そして、かっこいいバージョンでは F の代わりが全部 Dm になって、F は出てきません。かっこいいバージョンで逆に言うと。Dm 全部こう置き換わりますということなんです。この5つのコードはですね、一応これ超基本のコードなんですけど、これをシェアしておきます、一応。これガザレリ必須コード。私がめちゃくちゃスイスイ頭に入っちゃう、もう夢のような動画を撮って、ここで、ここに貼っときます。この動画を見たらすぐこうコードを覚えられますから、10個覚えてください。今日はその中の、まあ4つ。プラス1って感じですけどね。まあ、超基本なんで、これはね、いいですよ。はい、じゃあ、ここからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンではもううざいぐらい言いますけど、F が Dm になります。この Dm の方がもちろん、いいと思います。で、リズムなんですけど、ほい、これ、ドン。8ビートのチャというリズムで行ってみようと思います。で、8ビートのチャ。でも、ただの8ビートのチャじゃなくて、ちょっとね、跳ねてるリズム、シャッフルというリズム、行きたいと思います。普通の8ビートは、ジャン、チャチャ、パチャ、ジャン、ジャン、チャチャ、パチャ、チャ、なんですけど、シャッフルの8ビートでは、ダス、ダッ、ダツ、ダッ、ダン、ダッ、ダッ、ダツ、ダッ、こんなように跳ねてるリズムなんです。そこにチャを入れるから、ドン、ドス、ドン、ドス、ドチ、こんな感じになります。はい。この弾き方、8ビートのチャの弾き方、ここでリンク貼っておきます。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガゼレレホームページの1枚で、その中から8ビートのチャという動画で練習して、ものにしていってください。ちなみに8ビートのチャができる前、まずは超基本となる8ビートからスタートしてくださいね。8ビートができたら、今度は8ビートのチャに行きますということです。で、ちょっとリズムのね、このシャッフル感がわかんないなという方は、さっきのリンク先のところに、ルンルンビートっていうのがあるので、そこでちょっと感覚をつかむのもいいかもしれませんということです。なので、ちょっとこう、ハッピーな感じの8ビートのチャで、シャッフルのリズムでリズムは盛り上げていきましょう。そして曲の中に決めがあります。ここにもね、ダッダって書いてあるけど、ダッダって止めたり伸ばしたりです。ここはでも聞いてもらったらすぐ分かると思います。一応ちょっとやってみましょうか。2番のところ、リズムソーミクライチェイス and the one on the place、 ここです。ダッダ、カモンウィザレイン、ここダッダは最初のダは Am、 その次は C なんですよ。またいでます。ダッダ、Come on with the rain。 このレインは Am でドローンと伸ばすのがかっこいいから、そこからまた戻る I must smile and not face、 こんな風になります。こんな感じの決めがね、後半でももう一回出てくるんですよね。この最後のこのバースのところのここにもね、同じ感じで出てきます。ここもちょっとやってみます。 Dance with the rain、 ダッダ、ここはね、なんかこう踊ってるね、感想なんですよ、ほとんど。ダーダレレ、次いきますよ。ダンダン、I'm happy again。 こんな感じです。 Am と Dm でダッダッ、 Am と Dm だった。ここが結構印象的なところですね。あとはその止まるとか伸ばすとか、それを書いてあるんで、そのテロップをこう、なんていうか、読み込んでもらって、デモ演奏を見てもらうと、なんとなくつかみがわかると思います。あとテンポが遅くなっていて、最後のエンディングの方でそういうのもちょっと感覚的なものなんで、なんかこうニュアンスをくっとこうつかみ取っていただいて。でもこれ、まあやっぱりね、何回も言うんだけど、雨降っててもあんなにハッピーに踊れるってね、なかなか気持ちがいいですよ。映画のワンシーンが YouTube 上がってるんで、もうぜひあれ見てもらいたいです。傘持ってね、もう水浴びたりして、あれね、本当になんかすごく元気になるやつです。はい、この季節、これは弾きたいやつ。もう雨に濡れてやって、ウクレレに良くないか。だけどそういうまま気分ね、気分。気分も乗っけて、思いっきり体揺らして、ハッピーに行く雨の曲。これ結構珍しいですよね。はい、そんな気持ちで、やってみましょう。それではやってみます。Singing in the rain、 ガズレレ流、かっこいいバージョンやってみる。ワン、ツー。Smile on my face, I walk down
ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。いやー元気になっちゃいます。もう体もこうウキウキでね、リズムもこう跳ねてる感じ、もう雨粒がパッと跳ねるみたいな、そんなのがいいと思います。英語のねちょっと歌い方がちょっとね、まあ難しいかもしれないですけど、こうさらさらっと流れるところとか溜めるところとか、よく原曲も聴いていただいて、掴んでいただければと思います。英語の勉強にもなるんで一石二鳥かなと思いますね。梅雨も楽しんでいきましょう。今この今映ってるウクレレ、ガズの初めてウクレレ、ガズのわがままウクレレ、ウスレレ、セミオーダー、これすべて今事前予約注文と、ガズの初めてウクレレだけはもうすぐに販売できる状態になってます。ここにリンクはちょっと貼っときますんで、このリンク先ちょっとご確認ください。これ見て、これ、はい、これです。ちょっと以前もねこのリュックご紹介したことあるんですけど、これウクレレリュックなんですよ。ウクレレが入る、ここにガズレレとプリントがあったりとかして、これリュックサックになるんですけど、はい、こんな感じで、でね、あのこの横にも持てるんですよね。これだからビジネスマンの方はこれ横に持って、これパソコンとかもここに入るんで、出張の時とかウクレレとかのこれコンサートサイズも入りますよ、このウクレレは。でこれもう大好評で、もうすごいお問い合わせをいただいていたのが、再発売決定。これガズレレのアプリがあるんですよ。ご存知ですか？あの、スマホとかタブレットに入るアプリなんですけど、ここにですね、40曲の新しい曲のブロックが追加されたそうというニュースが最近飛び込んできました。あと、それに、まあ、付随しまして、そのアプリのね、アプリで提供している楽譜が、こうやって書籍になって本当の本になっちゃったっていう、これも新発売です。これガズレシピ。そしてですね、これも皆さん毎度お馴染みだと思うんですけど、このリットミュージック社から出てるこの赤、青、黄色、信号機みたいなこのガズレレのこのソングブックと教本なんですけど、この度ね、この緑色の本がですね、4月にですね、リニューアルして、中身がちょっと入れ替わってですね、さらに進化版になって、発売になります。これもね、概要欄のところに貼っといたりします。それとさっきもお伝えしたんですけど、ガズレレ大学とガズクラブ、こちらの方も大変盛り上がってますからね、これの方もさらにフォローしてもらいたいと思うんですけど、あとちょっとあのここにいつも挟んでるこの水引きだとか、ストラップとか、キャップだとか、もういっぱいグッズも盛りだくさんで盛り上がっております。いや、これからね、ちょっと春めいてきてね、暖かくなって、お外行って公園とかでね、弾くのにもすごくいい季節だなと思います。音楽は聴くよりやる方が最高。皆さん、日常生活にポップな音楽を取り入れてまいりましょう。また、ガズレレ YouTube チャンネル見てくださいね。今日は見てくださってありがとうございました。さよなら。